どうも、トミーです。さあ、今回はですね、また久々の、企画をやっていきたいと思います。第1回キキ牛丼チェーン店のライス。今回はですね、牛丼を使った、キキシリーズなんですけれども、今回のメインは牛ではなく米でございます。まあ、牛丼と一言で言っても結構各社でも味が全然違うじゃないですか。これはまあ一重にですね、各企業のもう努力の賜物だと思うんですよね。もう味が全然違くて、それぞれまた美味しいということなんですけれども、ということはですよ、この牛丼を支えているご飯、これもですね、もう各社こだわった美味しいご飯を用意してるんじゃないかと思うんですよ。縁の下の力持ちでもありますライスをそれぞれ食べて当てていきたいと。全部で4つ用意しております。これもうね、皆さんおなじみの、看板のお店の牛丼を用意しておりますので、まあ、それをですね、今回もまあガキスカスタイルということで、まず選んだ1つを食べる、目隠しをして食べる、次に4つそれぞれ食べて、自分が食べたのはどれかというのを最後に正解発表していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。ザッツウェイ。正解はこれです。はい、それではまず選んでもらったものをですね、食べて味を記憶していきます。あれ今あるよね。ある。分かった。うん、それこれだ。うん、いいよ。これ毎度のことがね、目隠しで食うのめっちゃむずいんだよ。こうかな。乗ってる。うん、でお腹めっちゃ減ってるから米がうまい。はいはいはい。うん、結構癖がないというか、家で食べてる米の感じすごい近い。そこまで甘みも強くはない。うん、オッケー、わかりました。それではですね、味を記憶したので、これから、4つ食べて当てていきたいと思います。右手から、これは中尾ですね、中尾さんの米です。あ、近いな。オッケーオッケー、わかりました。これは中尾さんね。吉野家さん、いきます。あ、これ結構わかるね。疑いの目、おーじゃないんだよ。疑いの目を向ける。これ結構やっぱ違う、全然味違う。やっぱり松屋さん、いきます。うんうんうん、わかりました。すき家、すき家さんの米いきます。似てんな。松屋とすき家めちゃめちゃ似てん。おお。うわ、むずいわ。今回は結構迷ったんですけれども、わかりました。今回食べたのは中宇の米です。正解は松屋です。これ間違いないです。このやっぱり最初食べた時のこう、なんだろうな、味わい、口当たりとか、また味わいのこの、なんだろうな、味はしっかりしてるんだけどあっさりしてる、あんまり後引かない、こうあっさり気味のうまみ、中尾さんで間違いないです。